3月1日1日の取引が終了しました。3月最初の取引は大幅高で始まっております。昨日に比べて374円55銭高の 19,393 円54銭で取引を終えました。朝方から買い注文が先行しました。昨日の大引け段階で世界的な株価指数の MSCI の銘柄構成の見直しに絡んでやや売り物が出まして、昨日の大引け段階では日経平均11円高と上昇はしましたけれども伸び悩んで引けておりました。その反動ということもありますし、さらに昨日のアメリカのマーケットで金利が上昇、それに伴いまして外国為替市場でドル高円安が進みました。今日の東京市場でも午前中の段階で113円台前半まで円安ドル高が進んだということで、輸出関連株など幅広い銘柄に買い注文が先行しました。日経平均株価じわじわ上げ幅広げる展開となりまして、お昼休みを迎え、その後日本時間午前11時に始まりましたトランプ米大統領の議会演説がさらに契機となりまして、午後は一段高という展開となりました。日経平均株価今日の午後2時31分2時半過ぎに 19,414 円ということで 19,400 円を上回る場面もありました。昨日と比べると300円近く上げたという局面でした。大引けにかけてはそこから20円近く下げ上げ幅縮めたと20円ほど上げ幅縮めたという動きではありましたが、ただ274円高ということで大幅高で取引を終えました。値上がり銘柄数東証一部全体の71% を占めます1426銘柄、それに対して値下がりが約 23% の456銘柄ということで、値上がりが値下がりを大きく上回りました。規模別で見ましても大型中型小型ほぼまんべんなく上昇したということで、午前中の段階では中小型株に結構安くなる銘柄もありまして、それが指数の上値を抑えてた面もありましたが、5番に入りましてトランプ大統領の演説を受けて為替がさらに円安方向に振れ、1ドル113円台半ばまで円安方向に振れて株価も上げ足を早める展開となりました。結果として中小型株も全体として上昇に転じて、かなりの多くの銘柄が上昇したという1日でした。売買高は19億9300万株、売買代金は2兆3890億円ということで、そこそこの水準をキープしました。全体的に景気敏感株と言われる銘柄が買われました。さらに輸出関連、為替が円安に振れたということで輸出関連株などが上昇しております。トランプ大統領がインフラ投資に今後1兆ドルの計画を議会に協力を求めるという発言をしたことを受けましてインフラ関連株なども上昇したという動きでした。具体的な銘柄で言いますと4063信越化学工業は今日5番一段高となりまして、大引け段階でも 3.6% の上昇となっておりました。朝方はやや上値の重い展開でしたが、5番に上げ幅広げたということで、アメリカのインフラ投資拡大に期待した買いが入ったと。小松6301なども同じような動きで5番一段高となっておりました。さらに今日一つ目立った動きといたしましては、ジャスダック平均、日経ジャスダック平均株価が3000円の大台に乗せて取引を終えました。昨日と比べて15円ほど上昇して3004円44銭という水準で取引を終えておりまして、これは1991年の半ば以来約25年8ヶ月ぶりの高値水準ということで、ジャスダック平均今日で14日続伸、14営業日続伸ということになりました。以上、今日大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。